とこれを使って…でも、やっぱりこっちの方が…ねえ、少しだけいいかな。ごめんね、忙しかった。今からちょっとお出かけするから、そのことを伝えておきたかったの。なるべく遅くならないようにするから心配しないでね。それじゃあ行ってきます。いたよりも時間かかっちゃった。ねえねえ、ちょっとだけいいかな。わあ、お出迎えしてくれるなんて思わなかったからすごく嬉しいよ。とその前に、ただいま。待っててくれてありがとね。お庭に行ってきたよ。今回はね、池の中ですごく綺麗なお魚を見つけたんだ。なんて種類の魚なのかはわからないけど、少しだけ見入っちゃった。今度見つけたら名前をつけてみようかな。さてっと、じゃあ収穫してきたものを見せるね。それじゃあ荷物の整理するから戻るね。切ろうかなって思ってるの。それで、あなたの意見を聞いてからにしたいなって。見てくれる人から少しでも可愛いと思われる髪型にしたいもん。それでどうかな。
どんな髪型がいいと思う？そう言ってもらえてよかった。私も短い方が楽で好きなの。バッサリ切っちゃえば次に切るまでの期間が長くなるし、洗うのも簡単でしょ。相談に乗ってくれてありがとう。今度切るときもお願いするね。お話しするのって楽しいね。着てみたい服？ちょっと悩むけど、どうせ着るなら楽に着られるのかな。動きやすいってだけじゃなくて、簡単に着たり脱いだりできたらすごく楽でいいよね。その気持ちよくわかるよ。さすがに一日中パジャマってわけにはいかないけど、やっぱり楽なのがいいよね。皮むきって難しいよね。でも美味しい料理を作るためだもん。頑張らなくちゃ。料理の途中で調味料が切れてることに気づいたらどうしたらいいのかな。近所の人に調味料貸してくださいってお願いすることもできないし、ねりこさんの家はちょっと離れてるし、っていうか借りに来たなら買っていけって言われちゃうかな。振動子完成だよ。この光振動子の中には光の薄膜があるの。それが音を捉えると、それが何の音なのか、もしくは誰の音なのかを解析することができるんだよ。あ、でも音を捉えるって言っても音そのものを捉えるわけじゃないの。どんな音にも先進波が込められてるから、その精神波の波長を解析して人なのか動物なのかを判断するんだよ。ラシエラの個体識別ではこれに勝る機会はないらしいけど、私のいる世界では使い道がないかも。丸くてふわふわで、大きな猫さんも可愛いよ。おはよう。なんか眠くなっちゃってお昼寝しちゃったけど、もう大丈夫、すぐ起きるよ。
これを作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。鉄のそばにいなくちゃいけないから暑くてたまらないよ。倒れないように気をつけないといけないね。こういう作業は大好きだからつい気分が高まっちゃうよ。あなたと一緒に作れたらもっともっと楽しくなるのに。最近乾燥してるのかな。唇の端がピリピリする時があるの。切れちゃう前に何とかしないと。あれ痛いもんね。壁紙貼り替えられたらいいのに。ほとんど部屋の中にいるから、せめて模様替えくらいは定期的にしたいよね。なんだかすごく幸せな気持ちなの。私のこと子供扱いしてるでしょう。褒められちゃった。軽くツンツンされるのは嫌いじゃないよ。あなたの撫で方すごくうまいよね。こうふにゃーってなっちゃいそうだよ。